こと雷雲。雷ってなんだ。天木節子11歳。夏休みの宿題は最後の1週間で泣きながら終わらせる派の女の子である。夏ってば最高だってば。こちらは日本気象協会気象予報士平松さん、お空大好きおじさんである。この光、この豪、これは神々の怒りだ。というふうに雷は昔雷という意味で名付けられたそうです。ごまかせてない。今では雷の正体は雲の中にたまった電気だと分かっています。よく分かったね。はい、とてもラッキーなおじさんがいまして、それがこの人、ベンジャミン・フランクリン。アメリカ合衆国建国の父の一人として100ドル札にも描かれています。あれはなんだ。よくわからないからタコでも突っ込んでみるか。あ、電気が溜まった。原始的ね。でもラッキーって宝くじでも当たったの？いいえ、この実験真似して亡くなった方もいるくらい危険な実験なんです。彼自身に雷が落ちなかったのはとてもラッキーなことなんです。だから絶対真似しちゃダメ。絶対。でもさ、なんで雲の中に電気が起こるの？ではこれで見に行きましょう。で、これで？ダメって言ったじゃん。大丈夫です。雷よけのおまじないかけておきました。幸運を祈ってるね。はい。雲とは地上の空気が温められて上昇し、その中の水蒸気が上空で冷やされて雲粒になって浮いているものです。うんうん、雲は粒々なんだよね。ではなぜ雲に電気がたまるのか。それはこれと同じことが雲の中でも起きているからです。それが？あれ、ならないよ。これは擦り合わせることがポイントなんです。すべてのものはもともと電荷というプラスとマイナスの荷物を持っています。とてもバランスがいい。生きてるって素晴らしい。え、ちょっと何？やめてよ。下敷きと髪の毛とでは擦り合わされると髪の毛のマイナスの荷物が奪われてしまうのです。ちょっと返してよ。こうして電気が起きるのです。電気って荷物を奪うことだったのか。これと同じように雲の中でも氷の粒々が擦り合わされることで電気が起きます。雲の中でも荷物を奪われるのか。物騒な世の中だ。雲に近づいてきました。雲の中の粒と同じ大きさになってみましょう。これが氷晶、小さい氷の結晶です。どうも。こんにちは。こんにちは。これがあられ、ちょっと大きな粒です。どうも。あら、ごきげんよう。他の種類の粒もいるのですが、今回の主役はこの2つです。あ、ダメ。ごめん。謝るならよこしな。え？マイナスをよこしな。あ、うわー、大切なマイナスが。え、何？あなたもマイナスを。ええ、そういうあなたもよこしな。よこしな。よこしな。怒った方がいいよ。よし、怒りに行き。そっちじゃないよ。怒りに行った。軽い氷晶たちは雲の中の上昇気流により上へと登っていきます。あられ、どこ行った？大きなあられは下の方へと集まっていきます。このように雲の上の方にプラスを持った氷晶が集まり、反対に雲の下の方にはマイナスを多く持ったあられが集まります。軽い氷晶は上で、重いあられが下にたまるのです。
もらったはいいけど、なんだか疲れちゃった。あら、やっぱりこのマイナス邪魔じゃない？なんて勝手なんだ。マイナスを多く持ったアラレはどこか渡す場所を探しています。あら、見つけたようです。ゲッ、地上？雲の下の方にマイナスが集まると地上のマイナスは逃げ出します。そして地上には反対にプラスが残されます。僕マイナスなんで、これ以上はすみません、持てませんのでお先失礼します。ねえ、これ持ってくれるよね？ぎぃ、持ってくれるよね？ええ、これが雷の正体です。マイナスが通る道が雷なのね。はい、しかも一気に落ちているように見える雷ですが、実は少しずつ落ちているんです。少しずつ？超スローモーションで見てみましょう。えい、えい、えい、えい。空気の中にマイナスが通れる道を作るのは大変なので、地上に届くまで何度も繰り返します。通りやすいところに道を作っていくので、カクカクしたり枝分かれするのです。結構大変そうね。そして道ができたところで一斉に落ちるのです。これが普段私たちが見ている雷です。雷の鳴る季節といえば夏、そのイメージがありますよね。しかし日本海側では雷は冬に多いんです。冬？しかも冬の雷は地上から雲に登っていくものもあるんです。雷って登るの？それは冬の積乱雲の形が原因です。夏と冬で形が違うの？はい、冬の積乱雲は風に流されて横に長く背が低くなります。冬の積乱雲も夏と同じようにマイナスは下にたまり、プラスは上の方にいます。下の方からは冬も夏と同じように雷が落ちます。しかし冬の積乱雲は雲の上のプラスの部分も地上と反応するんです。地上がマイナスの荷物持ってるってこと？はい、マイナスの荷物を持った地上から持っていない雲の方に荷物を投げると、雷が昇った。雷から逃げろ。雷って近くで見ると迫力あるね。雷の電力は家庭で使う電気のおよそ2ヶ月分。その2ヶ月分の電気がこのままだと僕らに落ちてしまいます。やばいじゃん、これ外さなきゃ。これも、あれも。ネックレスなどの身につけている貴金属に雷は落ちませんから、外さなくても大丈夫ですよ。じゃあどうすれば？とにかく低いところへ逃げましょう。うわー！おー！まずは建物の中が安全です。開いてない。では車の中でも安全です。嘘、金属じゃん。これが大丈夫なんですよ。雷が金属の表面を伝わるので中は安全なのです。どこも無理だ。そこは危険です。雷が木を伝って落ちてきますよ。どうすりゃいいのさ。走って逃げるのが一番危ないんです。そうなの？最終手段はこれです。木から離れてしゃがむ。触れるのやだよ。雨は我慢です、節子さん。仕方ない、今回は特別ですよ。ワープ。竜巻って何？ワープ完了。やっほー。わ、アメリカ？あ、あれは竜巻だ。さすがアメリカ。竜巻はアメリカではトルネードと呼ばれています。同じことなんだ。はい、日本では台風シーズンの9月が最も多く発生し、年平均で25個の竜巻が確認されています。アメリカの方がすごそうだよね。はい、
アメリカは1年で1300個の竜巻が発生しています。しかもアメリカの竜巻はビッグサイズです。ちなみに竜巻の強さの基準を作ったのは日本人なんですよ。へー、それがこの人、藤田哲也さんです。やるじゃん。やるのよ。この表は日本の竜巻の強さを表しているもので、数字が大きくなるほど強くなります。へえ、この F って？藤田哲也です。藤田の F を取って F。 F の数字が大きくなるほど風が強くなり、 F5 の竜巻では3秒間の平均風速が毎秒95メートル以上にもなります。そんなに大きくなるの？台風より強いじゃん。 F4 以上の竜巻は日本では観測されていません。なんでアメリカの竜巻は大きいの？それは竜巻を起こす積乱雲が大きく成長しやすい地形や大気の環境があるからです。成長しやすいところってどんなところ？こんな感じのだだっ広いところで、暖かい空気と冷たい空気が出会うところです。だからあんなに大きいんだ。この大きな大きな積乱雲はスーパーセルと呼ばれる、その名の通りスーパーな雲です。直径は10キロメートルから20キロメートルあります。広大な土地で巨大に成長したスーパーセルが運んでくるのは竜巻だけではありません。スーパーセルは強い竜巻と激しい雹ももたらす雲なのです。これ当たったらさ。雹は直径5ミリ以上の氷の粒のことで、直径5ミリ未満のものはあられと呼ばれます。ゴルフボールほどの大きさになることもあり、トタン屋根や農作物に影響が出たりします。危ない、節子さん。こうなったらスーパー節子&スーパーひろまーつ。これで安心。僕スーパーセル、危なかったんだからね。ごめんなさい。まあまあ節子さん、そんなに怒らないで、スーパーセルのメカニズムを見ていきましょう。スーパーセルの中心部にはメソサイクロンと呼ばれる回転する上昇気流があります。この気流はフィギュアスケーターと同じように、中心部に近づくほど回転が速くなります。僕フィギュアスケーターになりたいんです。この胸に渦巻く熱い気持ち。確かに渦巻いてるわ。これが竜巻の元です。竜巻が起きるのは雲の中が回ってるからなんだね。はい、この回転が暖かく湿った地上の空気を吸い上げます。これが竜巻です。スーパーセルの中には下降気流もあり、空気が雲から勢いよく吐き出されます。これがダウンバースト。ダウンバーストが地上で横に広がり、暖かい空気と接して巻き上がったところがガストフロント。このダウンバーストとガストフロントに飛行機が巻き込まれると、複雑な気流の影響で墜落する危険もあるんです。スーパーセルが発生すると災害が多く発生します。もう自由に振る舞いすぎ。ごめんなさい。竜巻から身を守れ。あー、帰ってきた帰ってきた。日本はいいですね。ですね。は？ついてきちゃいました。いやー、車の中に。いえ、雷の時と違って竜巻ではすぐに吹き飛ばされてしまいます。電車でも？ええ、1978年に
地下鉄東西線が鉄橋に出たところで竜巻に襲われ横転しています。屋内ならプレハブや物置は飛ばされる可能性があります。大丈夫でしょう。2006年北海道で起きた大きな竜巻は先ほどの藤田スケールで F3、 壁が押し倒されて家が倒壊、物置などはバラバラになって飛び散り、鉄骨造りでも潰されるというレベルです。ここなら大丈夫そう。竜巻みたい。竜巻が来たら窓から離れないとガラスが割れて危険です。チェ、本当だ。カーテンを閉めて窓から離れるなど対策をしましょう。はーい。積乱雲に伴う雨。あー晴れた。雨も降らなそうだしもう大丈夫だね。それがそうとも限りません。一つの積乱雲の寿命は30分から1時間程度。一気にできて一気に雨を降らせるのです。結構短いね。雲ってずっと浮いてるイメージだけど。しかもここで降っていなくても注意が必要です。そうなの？2008年7月、神戸では晴れた状態から急に豪雨に襲われ、ほんの10分の間に川が増水し人が流された事故もあります。10分で？すごいね。どうしたの？1分後に雨が降ります。なんでわかるの？最近ではアプリを使って雲にかざせば雨の分布や積乱雲の状況が把握できるのです。おお、でも嫌だな雨。節子さん、止まない雨はないのですよ。明けない夜だってないのです。だから終わらない宿題だってないのですよ。ぎく。夏休みの宿題頑張りましょう。絶対終わらないよ。おしまい。